暑いよ、みちこ。ここがどこか忘れちゃってた。みち、ボイスから落っこっちゃったよ。電車の床、木の板だから痛いよ。わかる。僕にも来ちゃうくらいに痛かった。ごめんな、みち。コブになったりしてないか？ぐっすりだね。ねえ、そうちゃん、今何時？列車どの辺を走ってるの？わからない。窓の外真っ暗だし、時計は父さんがしてるけど。そっか、見ちゃおう。あっ、こら、そんなことしたら。眠ってしまっていたか。だから言ったのに。ごめんなさい。いや、ちょうどいいところで起こしてくれた。ほら、お前も寝ていると絶景を見逃すぞ。あら、やだ、私ったら居眠りなんて。外真っ暗だよ。はは。真っ暗なのはほら。あ、そっか、トンネルだったのか。やだやだ、大雨になっちゃってる。大丈夫？蒸気機関車の火消えちゃわない？お前は蒸気機関車をどんなものだと思ってるんだ？知らない。だって見てないもん。寝坊するから見れなかったんだろ。旅行の前に図鑑で調べた。鉄の分厚い体の中にボイラっていう釜がある。その中で石炭を燃やしてるから雨が降っても消えない。そっか、なら安心だね。台風すれてくれなかったんでしょうか？そのようだな。これではせっかくの富士も拝めないか。富士山？ああ、しばらく行くとこの列車は富士川橋梁という鉄橋を抜ける。鉄橋？ならその上から富士山が。晴れていればな、見事な富士が拝めるのだが、まあ台風を抜けてさえしまえば。お、今ずいぶん揺れたけど。それなかったどころか直撃コースに入ってしまったのかもしれないな。直撃コースに入っちゃうとどうなるの？うわっ！そうです。大丈夫か、みち？バカな、こんな悪天候で加速などしたら最悪の場合脱線も。やだ！車掌呼んで。ちょっと誰か車掌呼んでって言ってるの。やだやだやだよ！
ち前の方がどうなってるか興味ない？この列車、蒸気機関車が引っ張ってるでしょ。だから、前の方に行ってみたら。前の方の窓からなら、蒸気機関車が見えるかもしれない。きっと力強くて、かっこよくって、頼もしいよ。決まりだ。いや、ちょっと待て。行くぞ。ちゃんとついてこいよ。ねえ、ミチ。こんなにすごいスピードだ。前に行ったら客車の中まで煙もくもくかもしれないぞ。やだ、そんなの。お洋服煙くなっちゃう。このドアの向こうが一番前の客車だ。ねえ、このスピードって普通なの？なんでこんなに揺れてるの？大丈夫です。悪天候で揺れが大きくなってるだけです。窓から前の方見えるかな。ん？なんだこれ。ちょっとひどいね。何も見えない。確かに怖いね。けど雨は雨だ。ガラスを越えて何ができるってものでもないよ。ミチ！宗鉄、ミチコ、元の席に戻るんだ。緊急事態だ。ただごとじゃ。うわあ！ミチ、宗鉄、ママ！みち、こ、
夢か。汗を拭きしますね。ひどくうなされてらっしゃいましたが。大事ない。ただの夢だ。ここまで鮮明なものはもう何年も見ていなかったかな。レールショップに行く約束か。そうですね。8620修復に関しての所見をくださるとのことです。うん。私が従前であれば余計なお手間をポーレットさんにおかけしないで済みましたのに。余計な手間などとは微塵も思っていなかろう。危機として作業にかかっていたではないか。それは確かにそうですが。86、22、まだ起きない？ちょうど今起きたぞ。おはようございます。おはようとは言い難いか。すまんな、寝過ごして迷惑をかけた。迷惑なんて。大丈夫ですよ兄さん、まだ間に合います。そうだな、よし。見積もり不能？はい。市場がなければ相場もないか。回収費、この状況だと正直億を超える可能性もあると思います。円でしょ。だったら1億円だとして144,928人のお客さんを運べば320円の利益が出ます。144,928人と聞いたぞ。145,000って、お人屋の人口よりずっとずーっと多い倍。そうですね、今市の人口は35,000を割り込んでますから。まともにいけば採算は極めて厳しいわけか。客車のこととか固定費とかを考えないでそれですから。観光列車ですから指定席券でやれるとしても。ならば絡めていくほかないな。8620復活をエアクラ工場誘致反対のための旗印とする。旗印ですか。未造船が起きればお人よは緩やかに死んでいく。そうと理解しているものは決して少なくないはずだ。それは、はい、そうですよね。潜在的には多くの人が疑問や不安を持ってるはずです。銀行さんと対立したくなくて様子見をしているだけで。兄さん、なんだか難しいお話みたいですから、ちょっと外の空気を吸ってきます。ああ、それじゃ少し失礼します。ほう、デーナもそろそろ試行準備を進めておきます。うん、お願いね、レイナ。
議論になるのを嫌ったか、影響されるのを嫌ったか、いずれにしても誘致賛成の立場は変えんわけか。どうしたんでしょう、響ちゃん急に。あれはあれで大人だということだ。はあ、ともかくさっきの話だが、8620を復活させての観光誘致を水資源の保護とその先にまで関連付けるってことですよね。その通りだ。熊川の町、水の町、温泉と焼酎の町、お人よのイメージが広く定着すれば誘致も頓挫しよう。悪くない。うん、とてもいいです。 SL は水がなければ動けませんし。この町はそもそも熊川の町ですから、関連付けのポイントいくらでもあるって思います。ならその方向でまずは動くか。え、即決ですか？何か問題でも。問題っていうか、もう少し検討しても、うまくいかなかった時のこととか。では挙げてくれ。うまくいかないと何が困る？失敗したら回収の目処が立たなくて、8620は走れなくて、工場の誘致反対が盛り上がらない。そうだな。つまりは失敗しても現状維持なんで、時間と労力を支払うだけで誤った選択を潰せるわけだ。はあ、本当だ。宗哲くんの言う通り、それならやらないと損ですね。うん、だからやるさ。ついては知恵を貸してほしい。はい、協力者候補ですか？ああ、まずは一人、我々以外に意見をくれる味方が欲しい。どういう人がいいでしょう？そうだな、鉄道や観光関連の知識や技術を持つ者。その上で工場誘致に表立って反対しているとありがたい。ならこことかはどうでしょう？静か。ん？ん？どうしたんですか、宗哲くん。響きの絵だぞ、これは。そうだったんですか？はは、トロルユも書いてある。なるほど、これが響きの仕事か。このイラストマップ、銀行さんが主体で作ってくれたものなんですけど。うん、銀行サイド、エアクラ工場誘致派もまたお人よの復興を真摯に願っていることは確からしいな。そうですよね、その思いは同じ。どこを最優先すべきかが私たちとは違うだけで。うん、ともかくこのイラストマップは良いものだ。響きを褒めてやらねばな。私もそろそろ乗務の準備にかかります。ああ、すまん、朝方の貴重な時間をありがとう。そんな、だってもう私たちチームじゃないですか。8620の復活は私にとっても希望ですから。そう言ってもらえればありがたい。制服でしたし、響ちゃんも今日は登園ですよね。うん、登園日だと聞いている。だったらもうホームに行ってるかも。あら、
よかばい、よかばい。お腹いっぱいになるまで食べて構わんけんね。もう、そんなん気にせんとよかよ。私今ダイエット中やけんね。キュン。いいんです、宗哲くん。しかし、駅だぞ。ノラが味を占めていつきでもしたら。それはそれでいいかなって。なぜだ。駅長猫って昔はたくさんいたそうなんです。観光列車の拠点駅とかに。おう、いるだろあれ。え、子猫ちゃんですよ、痩せっぽっちの。私には犬にも猫にも見えませんが。ポーレット、すまんがここで解散だ。響に見つからぬよう言ってくれ。え、はい。けど、なぜだか恥じてしまうのだ、響は。自分の成果や善意を人に見られることを。そうなんですか。私、短いお付き合いですが、響のそうしたところは何度か目にしています。そうなんだ。それなら、私はこっそり乗務に。宗哲くん、八六ちゃん、頑張ってね。せっかくの響の地図だ。歩くとしよう。はい、宗哲様。の時計塔ですか。随分と目立つものですね。熊本銀行お人よし店、エアクラ工場誘致推進派のいわば総本山だな。あ、ここがそうでしたか。この建物だが。はい。八六はどのように感じているのだ。よろしいのではないかと。どのように。古きガラスの積み重ねを足場に新しい時を刻む主張がそのまま明快に形と示されていますので。おお、面白いな。ここを曲がってしばらく行けば鍛冶屋横丁という通りに入る。こちらの方がずっといいです。宗哲様を育ててくれた、そんな空気を感じるようです。そうか、そう言われると何とも誇らしい気持ちを感じる。宗哲様、ここのようですね。うん。奥が工場になっているのかな。そのようですね。あの、ごめんくださいまし。すみません、ひないポーレットさんの紹介で来ました、右田宗哲と申す者です。今市長さんから電話もらっておりました。美濃笠ですたい。旧帝鉄8620系トップナンバー8620専用レールロード86と申します。からご丁寧に。話ば
ざっとは聞きました。事故で壊れた蒸気を修復したいいう話でしたが。はい。阻害に運べばよろしかとですが、まあ難しか話でしょうな。困難なことは分かっています。ですので一つずつでも成果を出していきたいのです。いやいや、そげなことせんでください。わしなんぞ何にもできんと思いますけんね。でしたら僕に部品作りをご指導ください。体力にはいささか自信があります。右田の長男さん言うたら帝都に行かれたいう話でしょ。はい。その人がどぎゃんなわけで、そこまで。この町に僕は救われたからです。だからお人よ、球磨川と焼酎と温泉のこの水の町を救いたいんです。右田の酒はうまかとですからね。球磨川の水ば汚れてあん酒が飲めんようになるのはつらかとですな。それでは。言うても肝心に何ができるか、蒸気の部品ば作ったこともなかですけんね。そうなのですか。千葉07の車軸ばよけ壊れますけん、あれだけは何度も何度も作り直しておりますがの。小倉のあたりに蹄鉄の車両工場ばあったそうですたい。そこがのうなって、まあやむなくいうところでしょうの。ご謙遜を。ええ、本当にご謙遜だと感じます。ここの刃物は皆命を持っているようです。命を持った部品など蹄鉄でもほとんど見ませんでした。この8620やらの車軸はドギャン素材でできておりますかの。86。はい。ど忘れか。ああ、事故があったいう話でしたの。なら一番太か車軸の目方を教えてくれればよかですよ。寸法と目方が分かりゃ素材の検討もつきますけん。目方、重量ですね。動輪車軸の重量。よかです、よかですたい。駅まで実物を見せてもらいに行きますけん。お手数をありがとうございます。なんのなんの、乗りかかった船。じゃあ中ですね。機関車ですけん。こらえろ86、泣けば美濃笠老人を責めるようになってしまうぞ。不調なようだな、蒸気排水のシステムが。はい、そのようです。
うん、女の子が泣かせるやつを許せんばーい。ムテコ、そんなん無手で当然ばい。生き物相手に剣を振るうはご法度たい。おお、剣道を習っているのか。いい死に恵まれているようだな。当然ばい。うちの下は日の本一位。なんで悪党にそげのこつ。ソテツ様は悪党なのではございません。え、これなぎ、また早とちりばし腐って。じいちゃん、これドギャンコツね。誤解をさせてしまったらしいね。ひとまず落ち着いて説明をさせてもらえるか。じいちゃん、この人誰と。いいだろう。ほれ、お人よで一等振るた焼酎蔵さんの息子さんや。焼酎屋さんが何しに来たと。なんで女の子ば泣かせた。分かったばい。この女の子、焼酎屋さんの連れとや。で、じいちゃんがつけばハローって言うやんけん。アホ。はいな。内側と謎ばい、さっぱり事情がわからんばい。かいつまめば、僕らは君のおじい様に協力を願いました。何の協力かといえば、蒸気機関車の修復だ。蒸気機関車。うん、蒸気機関車って絵本とかに出てくる汽車ポッポとや。何のためにそげのもんの音。蒸気機関車を軸にした観光誘致を行い、それをエアクラ工場誘致撤回予定につなげていくのだ。兄さん、よかったばい。誤解しとって悪かったばい。誤解が解けたなら何よりだ。じいちゃん、この兄さんら深見ちゃんとご案内してあげてもよかと。早瀬さんとこ。ああ、そらよかとね。右田さん、2時間ほど時間ばもらえませんかいね。大丈夫です。何をすれば。そんなら、うちとこの孫娘について行ってやってください。お人よの観光の実情がどぎゃんもんか、あーで少しは分かってもらえると思いますけん。